ゲートアートを処理してあります。セロハンテープののりとかを除去してある感じですね。じゃあ熱済み弾8発打っていってみましょう。初打ちですね。ホッキングして、こんにちは、黒猫 YZ です。はい、今日はねこれです。じゃん、クラウンモデルのね組み立てキットです。1分の1スケールスポーツシューティングガンシリーズ、1分の1スケールですね。ブローニングハイパワーコマーシャルタイプ、じゃん、これを使ってちょっと遊んでいこうという動画ですね。これねもうちょっとね箱が色あせちゃってますが、もともとねセピア調の箱なんだろうね。でこの品物は当チャンネルのリスナー様ですね、ハイズー様から提供していただいたお品物になります。いつもご縁ありがとうございますね。それこそあれですよね、もう昭和中の昭和っていうか、よくこんなの残ってたなみたいなねこんな感じですけど、確かね、ちょっと前にねあのハイズーさんからねやっぱり提供してもらったその 3A のねルーガー P8 やったんですけど、うん、まあこれも同じようなタイプっていうかね、メーカーは違うんだけどストライカー方式のね鼓弾を打ち出すタイプの、ほんと昭和のものっていうかね、おもちゃっていうか、うん、組み立てキットになりますね。貴重なお品物ですねという感じです。まず開けていきます。じゃーんと、これです。いいね、うん、飛距離20メートルのパワー、組み立て簡単、ずっしり本物の重量感、弾丸発射、命中率抜群と、ものすごいこと書いてありますけどね、うん、こんな感じです。懐かしいなっていうか、全然手つかずだったんだろうね。まあ、僕手つけちゃうんだけど、品物そのものをねこうディスプレイするようなこう箱にね入ってましたよね、昭和の組み立てキットって。まあ今のもそうなんだけどさ、透明な窓がついててね、そういうタイプもあるんだけど、なかなかだね。このねセロテープが固まって取れないんだよなもう中構造のねこんな感じになってます。で中身といえば ABS 強化樹脂とナイロン部品と、あとシルバータイプのね鼓弾、まあ、グリップパネル、マニュアル、ターゲットペーパー、あとはバネ類、ゴム類、グリスと接着剤かな。うん、接着剤はもう使えないよねということで、アクリサンデーの接着剤をまた使っていくと。意外と部品点数が少なくシンプルですが、あー懐かしいね。うん、これね対象年齢とか書いてないみたいなんだけど、全年齢タイプかな対象年齢がないタイプね。こんな感じになってます。はじめにね接着箇所があって、その後はあんまり接着する部分出てこないような気がするな。とりあえずは全てのパーツが入っているようだったんだけど、まあ KP パーツがあったらあったでねあったらあったで仕方ないよね、なんとかするしかないもんねとまあこんな感じです。早速作っていこうと思います。はい、じゃあまずね、1番2番3番のね接着が必要な箇所を組み立てていきましょうね。1番はマガジンのモナカの接着、2番はハンマーケースの接着、3番はスライドの接着ですね。でこれについてたハイジョイ、まあ接着剤ね使えないんで、まあアクリサンデーのね、接着剤使っていきます。このシャパシャパで使いにくいやつをまた使っていこうか余計なとこについちゃうんだよねということでね、もうこれモナカつけていくだけなんで、サクサクと進めていきましょう。でスライドと、まあまあランナー パーツをねランナーから切り離してゲートアートを処理してあります。セロハンテープののりとかを除去してある感じですね。まあベンジンで拭いただけです。ライターオイルですね。で一番見てくれ的に失敗しても問題なさそうなところから始めようか。この接着剤がですねやたらシャパシャパしててピューって飛んじゃうんですよ。傾けた瞬間出てくるんでね、本当に押さなくても出てくるとね。これ本当使うの大変なんですよ。でまずこっち側の部分だけ取り付けちゃってよしと、
ね、これね、しかもこのアクリサンデの接着剤って何気に速乾性があるんだけど、すげえ丈夫なんですよね。すげえ丈夫っていうか強力っていうか、うん。こうね、うまいことその接着箇所にね上手に流し込めれば、これほど心強い接着剤もないかなとは思います。 ABS を溶かす能力はもうピカイチだと思います。で、乾くのも早いしね。よし、手につくとちょっと立ち悪いけど、スーッとねうまいこと流し込んで、で指紋ついちゃうんでね、ほんと気をつけないと。ガッチリガッチガチにもうついてます。うん、まあ心配な箇所はね、もう一回流し込んでやって、あの油断すると本当伝わってこういう失敗しちゃいますね、これね。で、失敗したと思って指でこするとまたうまくないんですよね、これがね。難しいね、この接着剤は。で、わかります？これちょっ と接着剤が飛んだ部分白くなってんのね、瞬間接着剤と違うんだけどさ、ね、もう ABS をきっちり溶かしてるっていうねのが見て取れる、この恐怖感恐怖感っていうの、まあ、結構ねうまく接着できたと思うんで、まあ、今回はこれでよしとしといてやろうね。どっちがよしとされるのか分かんないけどね、接着工程はとりあえずこれでおしまいです、今回はね。じゃあね、4番セーフティレバーの組み立てやっていきますね。スプリングにねナイロン樹脂製のプランジャーを組んどいて、フレームにセットして、こうなります。これちょっと指を緩めると外れちゃうんでね、そのまま裏返してこのセーフティのパーツを取り付けて、次現金か、よっと、はい、パチッ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 と動くように組み上がりました。じゃあね、5番フレームの組み立てやっていきます。ウェイトをね、1,2,3 箇所セットして、トリガーとトリガーバーと、これまあシアだね、をフレームに乗っけていきます。こんな感じですね、もうよくあるタイプの、一番よくあるタイプのね。で、これきっとセーフティがかかる鍵だね。うん、トリガーバーをセーフティがロックすると。で、よいしょと、ここにね一つスプリングを入れてあげると。次の工程6番フレームをビス止めしますとね。まあビス止めするだけなんで、とりあえずもうこのままモナカを閉じろと。なるほど、すげえぴったりいきますね。で、トリガーもうんスムーズに動きます。まあこれでもう故障ってことはないだろうから、あの4箇所ですねビス止めをしていきますね。ビス止め完了です。このパーツはね、接着しなさいっていう指示があるんだけど、接着すると分解ができなくなっちゃうんで、僕接着しません。もしかしたら打ってる時に飛んでちゃうかもしれないけどね、まあ、とりあえず接着しないでやっていこう。じゃあですね、7番ハンマーケースの組み立てやっていきます。まあストライカーを入れていくだけなんですけどね。で、ここにゴムリングをはめるっていうのがあるんですけど、なんかねそのゴムリングがちょっとね見当たらない、僕飛ばしちゃったかもしれないけど、なんで適当な O リングはめときました。あの、だいたいこれで OK なはずなんで、この手のあのトイガンは。まあまあね、レゴのストライカーですね。ストライカーのここの肉厚のなさっていうのは、この時代のこういうモデルの仕様なのかもしれないね。もしかしたら早く壊れちゃえみたいな意味合いかもしれない。まあまあまあ、そんな意地悪言ってもしょうがないけど。はい、スライドの取り付け、おお面白い。ちょっとよくわかんねえなこれ、丸々1ページ使ってありますよ。まあいいや、やってみよう。まあとりあえず、おお、おーすげえ、ここまで交代すんのスライド、それはそれで面白いね。まあまあ、あのメカ入れると交代しないんだろうけどね。こいつを入れていくんだね。ここに出っ張りがあって、スライドの中に そこにここをね引っ掛けてあげつつ、入れつつ、
あ、なるほど。ここでいいんだ。ここで。ね。ここを押さえとくって書いてある。これね、リコイルスプリング。これ。こいつを、すげえわからねえ。あ、なんかそれっぽい隙間っぽいの出てきた。はい、ここの隙間にこのリコイルスプリングっぽいのを入れて、なんか引っ掛けるって書いてあります。お、いいかな？なるほど。すごいね。あの、ガス風呂でいうリターンスプリングみたいな感じで入りますね。面白いな。で、ここをこう押さえてやると。で、トリガーを引いて視野を押し下げながら、ちょっと待ってよ。これやっぱ取れんだね、マンズル。まあでも、あ、入った。あ、そういうこと。うん、入ったと。で、ここまで入ったら、ビスで止めますと。これでも面白い組み方だな。僕、初のパターンだね。いや、よかった。スライドの取り付け、無事に終わったよ。セーフティーもちゃんと働くし、セーフティーを上げれば、うん、セーフティーを上げてもトリガーを引くとセーフティーが下がるとこういう仕組み面白いね。おおお、これいいよちょっと待っておお、いいね。これいいよ。このスライドとてもよくいい感じでちょっとできました。僕あの先走ってね、今やっちゃいましたけど、次グリップの取り付けと。これね、すべてのビスが共通なんだね。ビスのサイズが面白いな。グリップパネルを取り付けて、あ、いいねこれ。うん、ブローニングハイパワーっぽい握り。ダブルカラムだもんね。でもスライド部分はすげえ、なんていうんだ、スリムっていうね。あ、そうだね、ハイパワーだねこれは。うん、グリップパネルつきました。いいね、いいいい。ちょっと太いかもしんないね、グリップ。うん、でもいいか、こんな感じかな。うん、作動性はすごくいいですよ。これいいね、すげえスムーズ、びっくりした。で、最後マガジンですね。まずはマガジンフォロワーとスプリングとね、入れてって、で、こいつでね入って、これピンでね、まあプラのピンなんだけどね。入った。あ、いいね。うん、完璧です、完璧です。よしと、素晴らしい、できた。おー、いいね。ちょっと先っぽ、さっき接着しなかった先っぽは飛んできますはい、じゃあね、無事に組み上がりましたね。これなかなかいいですよ。あのハンマーはね、スライドにくっついた状態ですけどね。うん、よく再現されてると思う。で、驚いたのがコッキングね、すげースムーズなの。あとこれ、うん、お品物なりにっていう話だけどね。うん、とてもいいです。うん、トリガーもすごくスムーズだし、視野のかかりもいいし、開放もいい。うん、素晴らしいね。マガジンもね、しっかり入りますよ。うん、ちょっと硬いけどね。うん、おー、いいね。こんな感じです。で、マガジンにはこの専用の鼓弾が8発入るんだね。装填できると。おー、いいね。うん、じゃあね、重量からまず測っていきますかね。マガジンは 16g、 非常に軽い非常に軽いですね。本体は結構重量あんだよな。 209g とね、マガジンと本体で 225g ですね。じゃあ動作音量測っていきますかね。うん、 108.4dB ね。あの、うるさくもなくかといって静かでもなく。じゃあトリガープルです。おお、いいですよ。771g、 スムーズだし、724g、 831g、 775g ですね、平均で。あの、これね、本当チープガン、まあチープガンって呼んでいいのかわかんないけど、本当感触がいい。うん、
びっくりした。最近ね、中華の本当海外製のねチップガンばっかりいじってたんで、これ感触が良くて好きです。初速を測っていきましょうね。うん、鼓弾なんで重量はちょっとね出せないですけど、外気温は 30.1 度、マガジンの温度がですね 31.8 度ね、グリップは 31.8 度、僕は31.8 度のはずねんだけど、まあいいやこんな感じです。じゃあね、鼓弾8発打っていってみましょう。初打ちですね、ホッキングして、おおお、うん、15ページ、非常に安全な、お、これ測れなかった、測れないが連発するぞ、お、14.7、お、17.13、新記録、お、18.55、20.68、え、どういうことだ、 12.96 と、なるほどね、すごい、あの、ちゃんと打てる、ちょっと測れなかった部分もあるけど、いいね、こんな感じです。じゃあね、早速お座敷シューティングやっていきます。ちょっとね、命中精度がガバガバなことが予想されるので近いですじゃあ打っていきます。どんなかな、おお、意外と素直に飛ぶね、うん、おおー、まあこんな感じか、うん、うわー、なるほどね、そういうことか、お、うん、面白いけどこんなもんかね。あの、これね 2.5m ぐらいなんだよね、プロキャッチになんとか当てるのが精一杯っていう感じでしたはい、いかがだったですかね。クラウンモデルのね、昭和レトロ懐かしい組み立てキット、うん、組み立てでこれ僕が初体験の方式で、ここね、うん、すごく面白いシステムでしたね。分解ちょっと苦労するけど、うん、でもね、これね、いいんだよな、すげースムーズなの、うん、これはちょっとびっくりしました。うん、初速はねでもそれでも20ぐらい出る時もあったのかね。で、ストライカーでこれを叩くからね、まあ命中精度はちょっとね、 2,3 メートルで平気で 3,40 センチブレちゃう感じね、まあまあこんなもんか。硬いタイプのね、この鼓弾がついてますけど、うん、でもね、面白かったな、こういうキットね。どうだろうね、グリップがまあ、ちょっと太すぎるイメージもあるけど、まあでもね。で、セーフティーね、これしっかりトリガーもロックするし、あの、握っちゃうと戻っちゃうんだけどじゃあロックしてねえじゃんみたいなまあまあでも、あの、このブローニング独特のセーフティーをちゃんとね再現してくれたのは嬉しいかな。でもスライドここまで下がらないんだよね、どうせならここまで下がってこれロックしたかったなみたいなイメージがあるけど、セレーションの位置とかちょっと違うのかな、まあわかんねえけどね、あの、よくできてると思います。これがね、当時いくらだったのかな、わかんないね、ちょっと、うん、お、1000円か、当時1000円、すげえ、これで1000円だったらいいと思いますよ。うん、ということでね、今日の動画もこれでおしまいです。最後まで見ていただいてありがとうございますね。物資を提供していただいたハイズ様、とても楽しんでます。よほど時間ができれば合わせ目消したりして塗装ぐらいはやってみようかななんて考えてますが、ちょっとね、どこまでできるか確約はできませんが、うん、する日が来るかもしれませんね。かっこいいもんね、ブローニング。ということでね、うん、最後まで見ていただいてありがとうございます。また別な動画で会いましょう。うつべし、うつべし、うつべし、いいよこの感じ